アメリカの EV ・電気自動車大手テスラの2023年7月から9月期の純利益は、1年前と比べて44%減の18億5300万ドル、およそ2800億円でした。EV の販売競争が激化したのを背景に、主力車種の値下げをしたことが利益を圧迫しました。 営業利益が売上高に占める割合を示す営業利益率は7.6%と1年前から10ポイント近く低下しました。